なんだ、騒がしい。報告、鳥海殿が反乱を起こしました。生徒から戻った兵を従え、この宮廷へと攻め来ております。くだらん。青二歳のダダなど死や生にあやさせておけ。旦那様。なんだ春夏。隠居で食い意地ばかり張ってしまわれて、今あの子たちは外政の最中、この洛陽には私たちしかおりません。ならば賊を討つのは私たちの役目。よろしゅうございますね。やむを得んか。資料もなく暴れる愚か者め、この私をつけてやるとしよう。あの青二歳は帝の身柄を確保する気だ。敵の薄い西側から玉座の間に向かうぞ。今半月そういうの。
けと企てればいいもの。時代が変わったのでしょう。若い子たちは皆苦労知らずです。
無策でここまで来るわけないじゃないか。今仕掛けろ。この程度は悪とは言わん。アルアナビに類するものだ。この私こそ制裁の誉れたかと承知しきる。その記憶に刻みつけておけ。私は選ばれし人間。こんなはずでは。ひどいじゃないですか。引退したならそれらしく追いさらばえてくれればいいものを。こうやって古い人間がいつまでも居座っているか。バカめが。くだらん策でその古い隠居を引きずり出したのは誰だ。まったく。妻子を辞任するならば人のせいになどするな。大体なんだこの反乱ごっこは。ずさんにも程があろう。まったく。私ならばもっと周到に巧妙にやりようせ。旦那様、口をお慎みなさいませ。くだらん騒ぎだった。お前の沙汰は我が子らに委ねよう。